メール。こんにちは。はい。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？大丈夫です。はい。頑張ったことは、そうだな、カリウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、岩崎さん感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。今日もさ、すごい楽しい。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。男といえば筋肉、筋肉、筋肉、筋肉ね。それ簡単ですよ。あれ、想像したのとだいぶ違うな、俺。俺が想像した最初のやつとだいぶ違うな、これ。いいですか、男といえば筋肉。やりたいことはわかるでしょ、ね、筋肉マンなんですけど、一応服がね、でも顔がちょっとこう肉はやばいですよね。これね、男といえば福山冬の大感謝祭その14、男の男による男のための聖夜にしてやろうや 12.23 ホテルで福山3横浜メンズ館、よろしくどうぞ。おはようございます。これから撮影始まります。頑張ってきます。やっとやっと皆さんに見ていただくことができた今日という一日をですね、また新たな始まりの日としてですね、実感しております。本当に感無量でございます。今日も見終わった後ですもんね、皆さんね、見ていただいた後ですもんね、はい、いろんなお話させていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。あ、もう来年はですね、さらにちょっとパーソナルトレーナーさんもさらに回数増やして強化する予定です、うん、はい、あの私 の, あの体って結構筋肉がつきやすいらしくて、あの目指せばもっと大きくなれるよって言われたのでちょっと頑張ってみようと。いや、ちょっと最後の一行が非常にこう、はい、気になるんですけど、はい、それ僕らが先生に聞きたいことなんですけど、あ、これがゴールなんですかっていうのを。やっぱりそうですね、あの、まあ、丸く外国人のお尻に近づけたらなメインとなるお部屋のメインとなるソファーの前とか目線が結構きついですから、ソファーの前だと。そっか、じゃあどこにしようかな。そうですね、まあ、でも落ち着ける場所、あのリビングだったり、まあ、そういったそれぞれ の, あの落ち着ける場所に飾っていただけたらなと思います。今もちろんあの透明の螺旋というものあります。はいはいはい、はい、ありますね。あります、あります。それでどうでしょう。おい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 、僕が決めることじゃない僕だけで決めておけば、はい、もうゴリゴリ進みますけれども、え、あ、でもこれは皆さんの足並みが揃って初めてですからね。今年1年を振り返って、そうですね、あの去年の年末にあのファーストシングル出したんですけど、それからもうほんと、まあ、9ヶ月後にまさかまたファーストシングル出すことになると思わなかったですし、でまたこうやって初の初めてのカレンダーも出させていただいて、なんかすごく自分だけの作品みたいなものとか、そういう機会に恵まれた1年だったなと思います。こうやってあのファンの皆さんとお会いできる機会もとても多かったので、そこがすごくあの嬉しいですね。あ、そうですよね、まだ見てないんですよね。そうです、これからです。はい、そうだそうだ、はい、まあできればですね、見た後にまた語られたいんですけど、まあ曲ありますけどいや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 、もう本当に感想を早く聞きたいです。ご覧になっていただいて、どういう思いが皆様の胸に芽生えるのかというですね、早く聞きたいです。まあ今日は変わりますけれども、ラジオの方にでもですね送っていただけるとすぐ目を閉じますんで私はちょっと季節的に暖かくなったらスカイダイビングかな。なぜかというと、まず空を飛んでいる感覚、シンクを味わってみたいのと、あんな上空からバッて降りるぞ今日がついたら、なんか何でもでこの先できるんじゃないかと思って、そういう度胸をつけるためにもちょっと絶対に挑戦したいと思って、はい、やっぱ感想は皆様必ずだと思いますけれども、ほとんどそうだと思いますけれども、育ててくれたお父様お母様いらっしゃると思います。かつて自分がどういうふうに育ててもらったのか、そして愛してもらったのか、そういったことを思い出しながら見ていただけるとですね、またこの映画より一層味わい深いものになると思いますので、ぜひ今日は楽しんでいてください。よろしくお願いします。私はずっと長年モデルをやっていて、俳優の仕事もちょこちょこさせていただいてるんですけど、やっぱりその俳優というか女優のキャリアを積むことが目標なので、2002年は朝年くらいか2023年はあのドラマだったり映画だったり、もっとたくさんの作品をして、いろんな方にあの役者としての私も見ていただきたいなと思います。みんな何しよっと、こんにちは、川村なつきです。みんな何しよっと、こんにちは、さきです。素晴らしい。つらい。何も辛い今日これからなっちゃんと二人で会話するの怖い。あー、やめてそれバビさんの、うん、いつ
も、うん、あのスナラジで、うん、私のことをいじってるのは、うん、無理していじってるとかって、面白くするために全部無理してないんだけど仲悪い風に演出してるかもね、二人の中でなんか意気投合して、うん、結構さ不仲説みたいなのは、うん、あるよね。ある。だってインスタライブしてても、うん、例えばなっちゃんの話になると、うん、なっちゃんと本当は仲いいですかとか、私が多分なっちゃんのこと嫌いだと思ってると思う。ぶっちゃけ砂ラジのバミなっちゃんどうなのっていう感じで、なるほどね。ちょっと話していければっていうのと、会うのもまず久しぶりだったよ。いや、めっちゃ久しぶりだった。12月私砂ラジ結構出てなくて。そうだよ。そう。私一人でホワイトラジオ撮ったんだけど、ちょっと。今度歌おうね。一緒に歌おう。そう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 。すれ違いなんだよね、砂ラジも。そうなの。だから、会うのが実際3ヶ月ぶりじゃないとかじゃない？いや、多分そうだと思う。そうだよね。なんか、はい、ああ。久々に会った元カレみたいな。そうさ、ピクニックってさ、そう。しようってね。ピクニックをしたかったんだ。そう。なんかなっちゃうから謎のラインが来て、うん、絶対なんかもう得意になるじゃん。いや、やばい。そんなことするわけないじゃないの、あなた。ああ。ちょっと、なっちゃん特製。あ、え、すごい、うまい。卵。意外と。優しいね。いや、意外とびっくりした。ほら。プルプルしてる、ちゃんと。唐揚げも作りたかったな。なんだけど、マジで時間なかった。なんで時間がないの？別に早く起きれば作れるの。なんか、レジャーシート忘れたから、ちょっと時間変更してもいいみたいな。もうさ、もういいよって言って。ゴミ袋を開けちゃう。本当にさ、適当だよね、私より。だから、わかる。バビさんが怒るのもわかる。なんでかっていうと、私は、なんか、超ちゃんとしてますみたいな。みたいな感じじゃん、うん、私より全然ズボラだから。そうなの。そう、いや、味付けとかめっちゃ美味しい。あ、うん、よかった。いいお子さんになれるわ。初めて会ったの、うん、3年前くらい。私はもう砂なじ何回か出て、うん、で、なっちゃんが登場してきた。そうそうそう、あれがなっちゃんの初か。そう、うん、え、どうだった？いや、なんか一番最初は私すごい印象良かったの。え、そうだった。そう、ちょっと可愛いみたいな、めっちゃ優しくしてくれた。うんうんうん、そうそうそう、うん、だからめちゃめちゃ最初良かった。あ、良かった良かった。そう。え、何、どこら辺から悪くなったの？悪くなってないんだけどさ、うん、あんまりもしかしたら私のこと好きじゃないのかなみたいだから。そうだね。ぶっちゃけお互い本音。オッケー。私は逆なの。え、初めて会った時は、うん、わ、めんどくさい、可愛いって言ってほしい女が来た。あー、なるほどね。可愛いって言ってあげなきゃ不機嫌になっちゃう、うんうん、可愛い子って言った。あ、実際可愛いんだよ、本当になっちゃう。可愛いんだけど、まあ、グラビアとかもしてるとか、うん、前情報もあったから、え、すごい可愛い、可愛いってあげなきゃみたいな、はいはい、なるよね。そうそうそう、まあ、で言ってんのに結構なっちゃう、なんかはいみたいな。気使ってくれてたんだね。そうなの、逆なるほどね。結構バカだね。普通に思ってくれてると思った。いや、思ってたよ。可愛いけど、うん、女の子、女の子が来たみたいな。途中から番組内で、うん、なっちゃんあざといキャラみたいになってきた時だったじゃん。うんうん、あ、何したの？こうしてびちゃびちゃになっちゃった。そっからなっちゃんが面白くなってきた、私たち。おー、よかった。そう、そうなの。だってそれを受け入れられない子っていうじゃん、その。はい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 、はい、はい、ちょっといじられて、なんか、うん、みたいになっちゃう子ね。そう、それがなっちゃんは、それを貫き通してずっと、なっちゃんをやってる感じが、めっちゃなんか好きだったんで。負けねえな、みたいなね。やる、ずっとそれやるやん、みたいな感じが。そうから、徐々に受け入れ体制に入ってきてくれたんだ。そう、むしろこの、やばい、面白いみたいな。それは聞けたのめちゃめちゃ嬉しい。の当たりが強くなってきた時あったじゃん。うん。そのラジオ内でね。うん、めちゃめちゃあったね。リアルにちょっと収録の時ガチ切れの顔する。あ、すみません。ちょっとそれは言い過ぎだよみたいな。それも好きになっちゃったの、ね。これは私も本当に申し訳ないと思ってるんだけど。え、怖い、なんか。試合のさ、YouTube の時、セコンドに行きたいって言ったよね。言ってたじゃん。うんうんうん、で、私がそれを来てほしいって言ったじゃん、一回。うん。結果的にあのちょっとこっちでセコンドを来てもらうことになったから、うん、本当申し訳ないんだけど、うん、でも試合には興味持ってくれてたから、うん、そこにもしよかったら来てほしいっていうのはあるんだけどって言ったのも、うん、バビさんがラジオでなんか違う子が来るから断られたんだけど、うん、ちょっと待ってみたいな。すごい嫌なやつだもんね、そんなこと言われたらね。でもだいぶ後に、うん、ちょっと私言いたいことがあるみたいな、急にそれも言い出してくれて、うん、見たんだけどさみたいな、うん、ちょっと泣いちゃったわ
なんかあれさ、泣けたんだよ。なんかその時のさ、なっちゃんの気持ちは私は分かんないから、面白くなるようにと思って言ったんだけど、ガチギレしてて。でもさ、ここ隣なんですけど、違ってたから、本当にもう目が一点ずっと見て、実際本当にひどいと思ってない。あ、本当？だって実際さ、だってそれはさ、こっちも向こうの自分たちに作りますみたいな、そらそら、そらそうやん。後々あの動画が上がって、うん、見た時に、マジだとしないかって。そういうことかっていうのはあったの。私は全然大好きだし、嫌いとかそういうことじゃなくて、なんか本当にちょっと面倒くさいと思わせちゃってるかなって思った。あ、本当に私がなっちゃうの嫌いなのかなと思ったってこと。スタッフさんにこう注意してもらうこととか結構あったわけよ。そもそも私がここにいて面白いのかなってずっと思ってて、それをなんとかだからみたいなさ、注意なっちゃう入ってるから、なっちゃんちょっとそれあれだからみたいな、しまって思って注意なってるでパッて見たらほんって食らってるもうなんかその愛おしいをさ、なっちゃん可愛いとかやったってさ、それはつまんないじゃん。絶対つまんないよね。そうそうそう、分かる分かる。なっちゃんは最低だよ。もういや愛だったんだ。愛分かった。皆さんにもこれで多分伝わった。いやでも多分皆さんは多分気づいてるかも。分かってる、全然分かってる。スムージーでガッツリスワさんは分かってるよね、うん、それは。でも誤解しないでくださいね、私も8割ぐらいは分かってたんですよ。基本的ないじりは愛だっていうのはもちろん分かってる。でも一瞬そうだよね、一瞬の時期ちょっと本当に、うん、みたいな時はあったから、うん、今すごいね、いや愛を感じました。いじってるつもりもなかった。なっチャンネル、なっちゃん覚醒時期みたいなのがあって覚醒した時期もあった。覚醒して私とリリーさんちょっと似てた時期。やだやだ、超えてこないのっていうか、体操着のピチピチとかもリアルすぎて、そうなんかうーわリアルすぎて普通にサイコキャラみたいな。そう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 、サイコって言われだしてから、うん、本当に楽になった。じゃあ皆さんに伝わったんじゃない、これ。なんか伝わったかな、いいって。いや、私のことも好き、私のことはずっと好きだよ。どういうとこが好きって。私のいいところは大丈夫、全然出てくる。なんか私ってすごいこう取り繕ってしか生きれないタイプなの。着ないのに人から好かれてるのがものすごく羨ましかったのね。最初はいいのって思ってたけど、うん、途中からものすごいそれができることをなんかこう結構尊敬してた。やば。だからそういうところが好き。嬉しい。弱いところもマビさん自身はさ、そんな幸せなことじゃないじゃん、うん、そういうこうちょっとパニックが出ちゃうとか、うん、っていうところも、うん、なんて言うんだろう、サポートしてあげたいじゃないけど、うん、そういう母性でめちゃめちゃ好きだなって思ってたっていうか、うん、母性強いよね。母性はマジで強いね。休んでる間に、はい、感銘を受けたんです。またマビさんの言葉に、スキャンプ切ってみたな。これは感銘を受けた。そうよ。でもあれ実はそうじゃない。そうなんですだよね。何のこと言ってるかちょっと具体的に、どうやって説明するんだろう。まあ行為、うん、ね、うん、男女の行為あるじゃないですか、うん、営みね。であの最終の時ね。そうです、そうです、うん、あのいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、そうだ、そう、うん、いらっしゃいませって言って、今日やってる、やってる、ね、やってるって洞窟の中に入った、はい、入ってから、はい、走らないでくれた。一旦チェックして、一旦チェックして、そうそう、洞窟に入ったら、はい、一度立ち止まって、はい、そのだって見えて実際そうじゃん、危ない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 とこじゃないけど、普通洞窟に入ったらさ、懐中電灯がなんだり、こう周りを見渡すわけじゃん。見渡すよ。そう、うん、あれをやってほしいってことにね。そういうこと。分かりやすい。え、そうだよね、すごくいい例えで、もしかしたら奥深いかもしれない、はい、もしかしたら意外と行き止まりが近い洞窟かもしれない、はい、意外とこの何て言うのこう狭いかもしれないとか、いろんな洞窟があるから、はい、洞窟に入ったらそのまま走るんじゃなくて、走って中はって遊ぶんじゃなく、うん、ね、出たり入ったり、そうね、出たり入ったり立ち止まって様子を見る時間が洞窟にも必要なんですよと、っていう話だよね。一旦、うん、止まる時間が欲しいっていう意味で、うん、スキャンしたいって言ったんですよ。そう、大事にされてる気がするというか、うんうん、
だからなんかこれ多分男性の方も知って得って感じじゃん、うんうん、これはなんか全女子が多分みんな同感、なんか普通こういう話って人それぞれだけど、うん、マイナスな人は絶対にいないと思うな、ね、うん、うん、そうなんですよ。だからこれはねちょっと、うん、なっチャンネルをご覧の皆さんにも伝えたかったんです。伝えてあげたい。そう、そう、私、うん、とか例えば俺はやってるよスキャンとか、それ知ってたよスキャンのこと。そう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 、男性も男性もねいるかもしれない。いるかもしれない。一番私すごい盛り上がったなって時があったの。それが覚えてる？視界に入らないでの話。なんだっけなんだっけ、男性は視覚で興奮。そう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 。でも女性はさ視覚で興奮だもんね。そう、なんか見られてることがすらも気になっちゃ う、うん、なっちゃう。あ、それわかる。なんか今自分されたことどうしようと思っちゃうからね。そうそうそう、うん、どっちかっていうと自分がこんな感じだろみたいなのとか、うん、いろんな余計なことを考えちゃうから、うん、って言ったらリリーさんが、うん、じゃあなんか蹴ればいいんですかみたいな、やめればいいんですか、そうそうそう、どうやっていなくなればいいんですかみたいなこと言い出して、それもめっちゃ面白くてさ私もさ、YouTube とかやりたいなって。え？やんなよ。そうだったらなっちゃんも出てる。え、絶対出る。なんで続きにしようかな。私、うん、最近、うん、コラム飲んでるんですけど、めちゃめちゃ面白くて、こんな経験してる人いるのみたいな、嬉しい。で、なんか今までもすごい経験してるなっていうね、フランスに住んでたりとか、そのコラムは自分の体験したおもろ話とか、やってしまった話とか、やらかしちゃった話とかをしてるから、そうコラム最近書いてるんだよ。月に2回、バビの今日も大丈夫ってやつをちょっと見てください。ぜひ見てください。貼っときますね。あ、マジで貼っときます。ありがとう。ありがとうございます。見てください。またこっちにも出てね。あ、出る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 。だからもう遊ぼうよ YouTube。もうほんとそんな感じでやるのがやっぱ一番でしょ、うん、ね、こっちが楽しんでる方が多分皆さんも楽しい、ね、そうだよね。そう、じゃあね、今日はバービーさんとのコラボでした。ぜひね、あのスナラジもね、うん、見てほしいんで、スナラジも貼っとくんで、ぜひよかったら皆さん見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ちょっとすごくない？こんなこと逆になんか宝くじ当たるね。当たるよね、うん、おミラクルぐらい オムライスのお弁当箱ストーンって鳥の糞が落ちました。それが言いたかっただけです。はい、はい、ごめんなさいね。はい、はい、じゃあまたバイバーイ。バビさんありがとう。 Trying to make this work. Girl, you must be staying with a fool. Loving somebody that could be so cool. Well, you must be packing your bags. Silly of me, I couldn't see the red flags. Girl, I'm sure that must have been sick and tired of me. Must have been tired of the jewels I bought. You must have been bored with the cars you got. I must have gave you every damn thing you want, but you only wanted love. I must have been too damn blind to see. I thought you wanted much too much of me. Now I'm rolling down this one-way street, and you're all I'm thinking of, baby. Well, you must have been thinking I'm a jerk, crying to God, trying to make this thing work. Girl, you must have been staying with a fool, loving somebody that could treat you so cruel. Well, you must have been packing your bags. Silly of me, I couldn't see the red flags. Girl, I'm sure that must have been sick and tired of me. My life, my love, or my wife. Girl, I know you were right. You, yes, you were. Must have been, ooh, the very one I was supposed to spend the rest of my life. Now it cuts like a knife. I know. Well, you must have been thinking I'm a jerk, crying to God, trying to make this thing work. Girl, you must have been staying with a fool, loving somebody who would treat you so cruel. Well, you must have been packing all your bags. Silly of me, couldn't see the red flag. Girl, I'm sure that you must have. Now I know I don't have. And if it's
girl, you must be. And everybody in this church is gonna be mad at me. Well, you must be. I can't let you say I do. That's why I'm down on my knees. Sure, the preacher says, speak now, been. Speak now, or forever hold my peace. Well, you must be. I just gotta say yo, yo, cause I know my noose is thick up in here tonight. Ladies, y'all look good tonight. You wanted much, too much for me. I'm all alone on this one-way street. And you are all I'm making up with you, baby. Well, you must have been thinking I'm a jerk, crying out to God, trying to make this thing work. You must have been staying with a fool, loving somebody that could treat you so cruel. Yeah, packing your bags, silly you'll be. I couldn't see the red. I'm sure that you must have been to the bridge and hired a big yes, a girl. You must have been the very one I was supposed to spend my money, my life, my love, or my wife. Girl, I know you were right. Yes, she was.
the rest of my life. Now it cuts like a knife. Oh, 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 oh. You think you're an amateur, crying to God, trying to make this thing work. You're staying with a fool, loving somebody who would treat you so cruel. Yeah, was you packing all your bags? Silly, you big, couldn't see what I had. I'm sure that you must have. And everybody in this church is gonna be mad at me, baby. But I can't let you say I do. That's why I'll get down on my knees. The preacher said, speak now, speak now, but we'll never hold my peace.